さあ今回もキングダムザンドキャッスルズ続けていきましょう。さあ前回からですね、まあ、このように見えないか今は見えないですね、まあ、こういう上陸地点とか、あとまあね、侵入路のところに堀を作って、これ敵の進行を止めて、その間に攻撃すると、この一連のね、防衛も増やしてるんで、まあ余裕ですよ。なので今回からはね、インセインです。インセインディフィカルティのインセインですね。最高難易度ですよ。まあそれにあたってちょっともっと防衛力をね増していこうかなと思うんですが、ちょっとこの辺沈めるか。ここ行っちゃいましょう。ここから前回来たんで、こんな感じでさちょっと移動しないかな。ちなみにこれ行こうと思えば行けるよね。でこんな感じのここにもね作ろうと思うんで、前線拠点をね作ります。こんな感じかな。まあとりあえずね壁を作って、舞台は置かないかな。まあ敵を迎撃する用の物を置く場所だね。まあついでに、まあ、畑くらいなら置こうかな。家とか置かないですけど、まあ最低限の何かですね。でこれどうかな。敵さこれ避けたいと思うんですよ。まあ彼らも避けますからね。この AI の動きを生かしてここに誘導すると多分できると思うんですけど、こううまくできないかな。ここにこれやっちゃうともう意味ないですよね。ここ通るっていうねことをポジティブに使いたいんですけど、こうはこう、こうならさあでもないか。どういう動きをするんだろうな。ここ沈めて、例えばね、まあ、5段くらいにして、ここはここ避けるんで、その間にねこの3マスの移動中にかけると、これ期待しようか。さあ祭りをしてないんでね、人が去っていきますね。さあもう画面がすごいです。このぬかるみでどうにかできないんですかね。さあこの上のガンパウダーが終わったので、下のねブラストマイニングが増えましたね。まあ研究職か。さあできたできた。さあどういう感じにしようかな。まあとりあえず高沢さんだね。海沿いのね要塞をイメージにしようとしたんですけど、ああいう要塞ってなんか島の形使うんで、こういうんじゃないですよね。ここの場合もここ全てをなんかね壁で囲ってみたいな。だこれは迎撃用の要塞ですね。上陸後を倒すと、上陸前提の要塞です。でもってどう通るか分かんないんですけど、まあ、これかな。アーチャータワーを置いて終わりかな燃やされるかもわかんないんでね。まあ敵からするとね、こうやって来たら撃たれるよと。ここをチョイスするようにしたいよね。ここに向かうようにしたいんですけど、まあ、やっぱ壁かな。こうかな。食料がないと。ちょっと待ってね、これまだ堀の方がいいみたいな状態にしよう。さあどこですか。お、ど真ん中ですね。あ、全然ない全然ない。じゃあまず祭りしよう。祭りと減税か。急速に減ってってますね。
減り方がえげつないな。あ、尽きる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 からといって別に手がないんだけど、即座にどうにかしようにもね。とりあえずじゃあまあお金で買うとかなんだろうけど、それもすぐ効かないんで、民家で6000か。あ、確かにそれで言うとずっとマイナスになるのかな。3000人はずっとそうだよね。さあ20、もうこれいってないでしょ食料。とりあえずこの内側使おうか。さあ気に入って引っ越してくる人もいると。ただ基金ですね。何か、あ、これだ、これ4年間。4年は無理でしょ。あとじゃあ44、45、46、47と続くの。それはきついな。いや、きついどこじゃないでしょう。ちょ、釣りをしよう、釣りを。緊急釣り例です。この場合は多分畑じゃないんだよね。魚を取れ的なことでしょ。ないんだものね。いやいや、もう無視しろ。そのなくなるほど取ってしまえ。これね、なんかなくなるっていうのは聞いたんだけど、結局なくなってないんで多分大丈夫だろうと。いやー困ったな。とりあえず祭りはするけど、この幸福度は覆せないですね簡単には。ドラゴンとバイキング同時に来そうなんだけど怖いぞそれは。まあ一応畑は作るとして、ゼロです完全に。これはきついな。ショックルボスクマイナス35、マイナス75が効いてきてるよ。ちなみに今が45年、まだでしょ。45年じゃまだですね。そういえば魚釣りはなんかさっき置けなくなったよね。ああ、その場所的な問題かな。これいよいよ移動できないんじゃないかな。よし、つれつれつれ、餓死しました。もうそれは4年の基金よ。大騒動ですよ。さあ4年間なんで、まずは交易だよね。さあ永続的な祭りでなんとか。さあガシはもうしょうがないですね。それも流れなんでね。いや、ここでいいか。これ消しちゃって、でここねまだ使ってないんで、全体的に畑化していきましょう。で今まで以上に貯めないとダメだと。やっぱり来るよ暴虐の人が来ます。これから同時に来ますねこれ完全に。
さあ一応要塞できました。一応要塞、食料マークが全体についてますね。こっちってはいるのかな。わー来るぞ。これで50は終わるね。15でマイナス要因が多いな。これでさらにさ、なんか仕留め損なったりっていうのがあるとマイナスがつくんで、それは厳しいですよね。おー出た。おーっとこれはやりづらいぞ。移動せよ。ドラゴンもいる。オッケーね。入ってるよねみんな。よし、マイナス3、マイナスじゃない31ね。祭りしてプラスついてるか。まあこのまま行きましょう。3連式の意味でだいぶね減らしてくれてますね。ガシがすごい。さあこれは空きがなくなっちゃうんじゃないかな。ドラゴンもやんだね。やんだという終わったね。いやマークが言えつないです。いってくれ。わちゃわちゃやってます。わちゃわちゃ。オッケーだね。それ貸し報告がすごいです。現在があと1年あと1年あるのか。亡くなって埋葬されていない食料不足、プラスにドラゴンとバイキング、そこに祭りが加わると、バイキングはまだ見れないか。ドラゴン10年後ですね。お金がないが船が残ってるんで手当が外れてないか。いや陰性員厳しいですね。そのイベントの規模がでかくなっていると。4年の不作ですよ。たまんないですよ。あガッシャがね。とはいえさ、ベッドめちゃくちゃ埋まってない？全然埋まってるんですけど。やばい、これは地獄です。お金貯めてるんでちょっとね、港ちょっとどんどん来てもらってね、他国から支援物資待ってます。支援物資いつも待ってますよ。ここに置いて、まあ取ったとしましょう。ここで死んだら絶対に埋葬できないですよね。で病原菌がね来ると、で敵も来ると、まあここは戦略的にねいいんで多分大丈夫です。でここの魚も取るか。そう不作さ、不作はないんでしょ。7.1 不作が終わったっていうのはあったっけ。なんか緑色文字でね出るんですよ。まだ不作なのかな。さあ迎撃せよ。さあダメージがないですね全然ね。さあしかし何度だってオッケーオッケー撃てるぞ。改善でかいですね。この辺も作ろうと思うんですけど、来る分にやれるな。ベッドすぐ埋まるね。家壊そうか一旦。じゃあ2000人くらいで、でも人がいなくなっちゃうか。空きが今すごい動いてますね。ここで人も足りないってやったらやばいな。さあ今多分タワーに入ってるんで、この船が去るまでねこの状態が続くから、まだわからないですけど空きがこの戦時じゃない時ならもう少しなんとかなるはず。守りきれなかった。嘘でしょ。あ
別があったか。そうかそうか。食料がなくて守りきれず地震が起きていると。はたから見たらやばいですね。もう地獄みたいな。多分加工技術上がったせいか知んないですけど、鉄がないですね。研究で効率上がってるんですが。さあさあさあ、生産数上がってないのかな。ちょっと倉庫の方もね置いてしっかり確実に全てね入れたいんですが、さあ救世主が来ました。もうこの要塞すごいことになったね。あ、またそこね。まだ他つけてないか。さあお金はあるんで、持ってるもん全部もらおうか。いやー案外買えないもんだね。1000か。これで肉ならどうだ。1625。 OK、 合計合わない気がするんですけど。ですよね。だこれが40ぐらいでいいんじゃない。45とかで一旦買って、あとはまあ買える分ちょうだい。よし、まあ、こちらからもプレゼントしましょう。安いな、これあげるよ。んー、そんなもんか。よし、ちょっと買いましたね。ビビたるもんか。さあ今2000あります。2000がどんどん減っていく。どんどん減っていくぞ。さあ戦争終わりましたね。200に余ってます。200を下回らないか。200下回った。足りないですね。さああっという間に11です。とりあえずじゃあここ使うか。敵が来ない場所をとりあえず使おう。焼かれたらおしまいなんで、ね、まあ、全部畑かな。そういえば水車、あ、ここそうだ、置いたんだよね。一応あれかな、町用にやろうという意思がね、ここ見せているんですけど。ここだな。あの、向かい側行きたいよね、できたら。ちょっと減らしてでも、ここかな？いいね、結構入ります。で、この辺り一帯を畑にして、まあ、ちょっと効率よりね速度重視で置いていこうかなと。まず置ける分を置きます。で余ってる土地には倉庫をね2つ。で多分もう火事になったらおしまいなんで、一撃で行かれると思うので、ここかな。じゃあ、はい、これ置けるよね。よし。で非常に肥沃な土地が残りましたね。これはねうまく使うためにここ埋めて通路置けばいけるかな。橋は橋、ここにさ。ここでいける。ここでいけたらあれいらないね。あ、いけるんだ。取り壊して、もう少し残ってるね。これも、まあ、適当に囲って、あ、やや通らないか。残念ですね。この辺もいけるよね。よし、人が入れるかは別として。さあ3700ありますよ。3900減っていく。どこまで持つのか。止まればいいんですが、2000切るかな。2000切ったね。当然のように切りまして、1000を切るか。1000を切った。どこだ、防衛もあるのか。防衛ラインはない。つきますね。つきました。4050でとどまってますが、たまりましたか。4050で、4050が今の一応防衛ラインかな。
50くらいですね。特に不作の情報はないね。さあ、この辺ちょっとデコボコしてますね。どうしたんだろう。物じゃないよね別に。さあ、めちゃくちゃ魚取ってますけど、どうですかね。これがちょっとあれでしょ、高級的なね、永久的な食料物なんで、この魚のね量が安定すればね、安定して4000くらいあればそんな絶対いかないんですけど、漁業まだ1000だもんね。さあ、地震 4.3、 何があるんだろうね。建物をぶっ壊すわけでもないんで、土地がなんか変形するのかな、ここみたいに。若干なんかやられてますよね。でも一応畑、農場あるみたいなんですけど、おかしいですと。あ、使えないんだもん、じゃあ壊して。あ、これ道か。土地が死ぬんですかね、なら。直せんのかな。物は置けるね。あー、なんか治った感あるのか。ほら、横と違いますね。さあ、また来ます、バイキングとドラゴン同時進行。さあ、インセイン、確かに悪魔的な難易度ですね。ゲーム元の難易度が簡単なんで死んでないですけど、ゲームの元の難易度が高いと、幸福度低いとゲームオーバーになるんですよ。それがあったら終わってますね、当然で終わってますよ。よし、来た来た来た。お、1700をキープしている。1800増えている。来たか、ついに。人口差は一定なんでね、ずっと。あ、ダメだ。全然ダメですね。消費数7700増えてないですか。あれ、前6000とかじゃなかったかな。人は増えてないと思うんですけど。うん、農場4000、果樹園2000、パン屋が200。パン屋って加工してるよね。小麦と炭でパン、行くか。この辺が謎のね謎の場所になっていきますが、持ってってやるか。ちゃんと収まっていますね。さあ、来るぞ。いやー、どんどん中央に持っていかれますね。さあ、来ました、ドラゴン。を余裕だね。あの油垂れるかなって思ったけど、それはないか。オッケー、この辺が減ってましたね。あ、こいつか、ナイス。で、戦勝の祭りをして、これ図書館ついてないですね。あー、あれか、お金がなくて。図書館ってつけてはいるか。ここだけ切ってるっぽいですね。まあ、なんならここもつけてないんでね、つけるか。周辺の幸福度がほら、ほぼ100なんですよね。こんな中でも100くらいあるよと。さあ、めっちゃ農場よ。農業立国してるんだけどな。農業漁業立国してるんですけど、足りないと言われてますよ。よし、うわ、
しかも狙い変わってるな。おお、これは移動した方がいいか。3連式移動しよう。やや遠いですかね。41、43。さあこの堀の方は OK ですね。ルートそうなるよね。帰ろうとしてるやつもいますが、ここも一つの重要な場所だね。結構やれてます。さあ追いかけてるね。これはこれ動けないのかな。迎撃してくれてます。倒しきったんでしょ。戻ってきましたね。優秀なエアに助けられてます。 OKOK。 でも訓練してないからね今ね。回復が厳しいと。これはつけるしかないか。ここ回復あんのにね。ここはないんだよね。さあとりあえずここにしましょうか。インセイン今回やってみたんですが、まあ、バイキングも多いですね。当然のように 41? 総数わかんないんですよ。船が含まれるんで、船を除いたら多分10、今4位でしょ。これ全部船なんで、ってことは43くらいまで増えてたんで、まあ、大体じゃあ30くらいかのバイキングが上陸してくるといいですね。暑いですね。そんだけ来ると。ただ詳細どうなってんのこれ。あ、ちょこことか低いね。59、臭すぎるとあ、豚の血が臭いんだ。ないとかでは変わってないのかな。魚は遠いし、果物はない、存在しないと。ベースがじゃあ59になっちゃってるのか。まあ風で引かれてるけど、引かれてこうだね。なければまあ70はあるんですけど。 OKOK。 さあ、まあせっかくのモッド編なんでね、まあ、このゲームの通常難易度は低い中でモッドの方でね、バイキングの方だけバフがかかっていると。あとはまあいろんなイベントだね。その対応が厳しいですね。ちょっともう少しでいけるかなと思うんだけど、人の量かな。マイナス7800で果樹園じゃないかな。これ果樹園で巻き返せないですかね。魚はある程度は一定なんですけど、果樹園このまあそんなに大きない規模でね、2000あるんで、もう少し置けるとこに置けばいけるか。でちょっと敵のね動きも変わったというかね、せっかく作ったのに使えなくなったんで、もう一段ちょっと構えようか。でこう作ろう。よし、とりあえずね、もう少しちょっと激闘編が続きますね。難易度が明らかに上がってますね。